とうございました。こちら。ショケケです。あ、ショケケさん。はい。おはようございます。かっこいい車ですね。ありがとうございます。なんて車ですか。これ RF ですね。今かっこいい、前から来てびっくりしちゃいます。ね。あ、写真撮らせてもらっていいですか。写真撮らせてもらっていいですか。あ、僕も撮りたいなと。あ、ありがとうございます。インスタとかやってます。あ、やってます。あ、多分じゃあもしかしたらフォロワーさんでいるかもしれない。あ、本当ですか。車撮りたいけど桜も入れたいじゃんね。そうですね。桜側に寄せましょうか、こっち側に。ああ、そうですね、その方が多分桜、車来たらまたこっちに置けるって感じで、はい、もうちょっと寄せた方がいいかな。すいません、お邪魔しました。あ、いえいえ、ありがとうございました。こちら。ショケケです。あ、ショケケさん、はい、いつも YouTube、 あー、まあですか、ちょっと、はい、ショケケさんか昨日も見てたもん。あ、本当ですか、ありがとうございます。高評価、登録チャンネルしてます。 ありがとうございます。ショケケさんだ、ちょっと写真撮っていいですか。はい、あ、そうなんだ。はい、あ、そうです、そうです、ありがとうございます。見てもらってるんです。いや、昨日見てました。ここがどうしても傷だらけになっちゃうんで。気になったんですよ、この車。はい、ね、ここ後ろなのにドアの内側が真っ黒な人なんです。はい、そうなんだ、あ、かっこいい。そうですよ、これラッピングして自分でやられたんですか。いや、これはもう頼みました。
はい、はい、今そろそろ見頃かなと思ってきたんですけど、はい、今日ぐらいから暖かいですもんね。そうですね、あと1週間ぐらい経つとまた変わってきちゃったりすると思うんで。河津桜は行かれましたか？ちょっとだけ見たんですけど、まだあの暗かったです。ああ、そっか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 。なるほど。でもこっち写真とか撮るんだったらこっちの方がいいですよね。ああ、そうですね、ここまで上がれないですもんね、うん、そうなんですよね、ガードレールがあったりとか。そうなんですよ、なんかこうお祭りみたいに出店になってるんで、はいはいはい、そういうところ楽しみたいんだったらあっちの方がいいと思うんですけど。ちなみに今ちょっと一瞬河津桜行ってきたんですけど。あ、どうでした？あ、いいですね。まあ、多分これは原木ですね。川のこっち側ですよね、はいはい、あ、ですよね、はい、あ、もうこんなに咲いてるんだ。さっき通ったんですけど、あんまり咲き具合が見えなくて真っ暗で。あ、なるほど、はい。あ、でこれさっきの菜の花の、はい、自分もこれからこっちの方行こうかなと思ってるんです、はい、なんだそうなんだ。 YouTube の人っていつも声とかばっかだから、はいはいはい、全然イメージがね、はい、そうだからいっぱい撮って今度動画上げようかなと思って。あ、どんどん使ってください、ね、ありがとうございます。はい、感動だな。ありがとうございます。今回は毎年恒例の南の桜と菜の花祭りを紹介しました。先ほどもちらっとお話ししましたが、桜といえば河津町が有名なのですが、こちらの南の方は静かな場所で、写真をたくさん撮りたい方は南の伊豆へ、そしてお祭り気分で散策をしたい方は河津町がいいのかなと思います。考えてみるとこの日は6連勤後の2時半起きの3時出発で、体がかなり疲れていてほとんど無言でのドライブとなりました。なのでこういった形でナレーションを入れています。 ND ロードスターの方とお話ができたり、最高の河津桜を見れたり、今走っている伊豆スカイラインを最高の天気で走行できたので本当に最高の一日になりました。この日は早い時間にすぐ寝てしまったのは言うまでもありません。最近はパーツ交換など極力外出を控えた形で動画を上げていますが、これからも何かしらの形で何かを感じ取ってもらえるような動画を作っていきたいと思いますので、また次回の動画を楽しみにしていただければなと思います。河津桜はまた来年どこかの場所で会える日を楽しみにしつつ、桜自体のシーズンはまだ早いのでまたどこかに撮りに行けたらいいなと思っています。それでは次回の動画でお会いしましょう。エンドポイントのしょけけでした。